歌いゆきとは、アーソフトウェアより2009年12月4日に発売された音声合成デスクトップミュージックソフトウェアおよびキャラクターとしての名称である。ヤマハの開発した音声合成エンジンボーカロイド2を採用しており、パソコン上でメロディと歌詞を入力することでサンプリングされた小学生の声を元にした歌声を合成することができる。氷山清てる。 SFA に開発コードミキと共に、アーソフトウェアで最初のボーカロイド製品として発売された。歌いゆきは、ボカロ小学生と銘打った製品で、実際の小学生の女の子の声を録音して、作られた歌手ライブラリーを収録しており、子供の声が持つ純粋さと、あどけなさを表現しており、女の子が持つ歌声をリアルに再現できるとされる。 得意なテンポは50バイト PM から150バイト PM。得意なお人気は F3G5。子供の声をもとにしたボーカロイドは、クリプトンフューチャーメディアのプロジェクトイフという企画でも作られているが、プロジェクトイフがミュージカルの訓練を積んだ子供の声を録音しているのに対し、ボカロ小学生は特にトレーニングをしていない素人の女の子を起用しているところに、 違いがある。2015年10月29日には、ボーカロイド4エンジンに対応した、新音源、歌い雪ナチュラルが発売されたが、グロールなどの一部の音源には、V2 版とは別の人物の声を使用している。本製品のパッケージは、赤いランドセルを背負った、小学生児童のキャラクターイラストが用いられており、同時発売の氷山清テルの生徒という設定となっている。 ランドセルにはリコーダーのようなものが収められているが、これはヤマハのウィンドシンセサイザー WX5 である。また、公式サイトなどで以下のようなキャラクター設定が公開されている。歌いゆきが曲に使用されていることが明記された主な CD。以下はクリプトンフューチャーメディアのレーベルカレントにより iTunes ストアなどで 歌い、キの名前が明記された楽曲を収録し、販売されているアルバム。ありがとうございます。